今日の夜ご飯はこんな感じでいただきます。コストコで購入してきたお肉です。ヤンニョムチキンじゃなくてヤンニョム豚肉みたいなやつでした、うん、あとは一緒にサラダとシシャモの南蛮漬けにご飯とキムチ確定に、これもコストコで購入してきたアボカドです。でお肉サニーレタスとかサンチュに巻いて食べたら美味しいかなと思って、サンチュがなかったのでサニーレタス用意しました。それではいただきます。いただきます。やった、美味しそう。美味しそうだね。すごいこの照りが何とも言えない。うん、美味しそう。食べてみようかな、うん、うわすごいね、バラ肉だ。豚バラ肉絶対うまいよこれ。美味しいやつだよね。美味しそうじゃない？すごいうまさ。美味しい？うん、なんかサムギョプサルの、うん、なんかヤンニョムのタレをかけたみたいな、うん、そんな感じなのかなと思って、うん、これ見た瞬間絶対美味しいよねとか、うん、絶対美味しいやつだよね。辛くないね。あ、辛くないんだ、うん、ちょっと味噌っぽいような感じがしないでもね、味噌は入ってないかな。確かに。あ、そうなの？わかんないけど子供とか、うんうんうん、辛いの苦手な人でも食べれるっていう風に説明書きに書いてあったから、うんうん、でそんなに辛くないんだったらみんなで食べれるかねって言って、うんうん、買ったんだよね、うん、これ柵がでけえか。そうだからでかかったから、うん、そう切ってさ適当にで巻いたら美味しいかなと思って、うん、だよ、うん、巻いてみようかな。うん、美味しい。こんな感じ。うん、はははで巻いてく。あ、おいしい、うん、美味しいよね。おいしい、うん、完全にご飯が進む、うん、系の、うん、ほんと、うん、うまい。おいしいね、うん、おいしい。結構しっかり味だもんな、うん、ご飯が進んじゃう、これ、うん、ほんと。うわ、豚バラ肉久しぶりに食べない？おい、うん、しいね。油がおいしくない？うん、脂身のないところばっかり最近食べるじゃん、うんうん、豚でもロースとかさ、うん、バラ肉なんか超久しぶりに食べた、うん、美味しいんですか、うん、いやこれうまい、うん、よかったね、美味しいんだ、うん、美味しい。ご飯が進む本当に、うん、こういう系久しぶりだよ、うんうん、ね、久しぶり。前はさ結構年がら年中食べてたけどさ、うん、最近、うん、ねちょっと食べなくなって、うん、これにちょっとキムチと一緒に、うんうん、いいね。ご飯を乗せて、あ、いいね、うん、あ、それを絶対美味しい。で、いただくという、うん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 、美味しい、うん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 、あ、いいねいいね。ご飯乗せるとまたいい、うんうん、あとマヨネーズ、納豆乗せる、うん、あとマヨネーズやってる、うんうん、あ、最高だね。いいね、うんうん、あとハニーマスタードとか、うん、粒マスタード、のり巻きみたいにしてもいい。あ、いいね、うん、うまい、うん、ね、中に入れて、ね、ちょっと細かくして ね、うん、食べやすくして、うん、美味しいよ絶対。キンパの具材に、うん、うん、そう、あ、いいね。他の野菜みたいにもちょっと入れたりして、人参、うんうん、とかね、これやばい味するな。コストコの小池っていいよね、うん、
シシャモの南蛮漬けも美味しい。美味しい、うん、まだ食べてない、うん、これ乗ってるとうまい。ご飯乗ってる、そうそうそう、ご飯ちょっとご飯乗っけて、そうそうそう、でキムチ、うん、キムチ乗っけて、そう、こんな感じ、そういう感じ、いいね、巻いて、あ、うん、これ一気に口に入る、絶対美味しいやつだよね。うん、うまい、美味しい、うん、美味しいね、うん、これこうやって食べてもいいし、そのまま食べてもいいし、おかずで、うん、こうサンチュと巻いて、うん、サムギョプサル風にしてもいいし、うん、丼にしてもいいし、うん、多分キンパにしても美味しいし、美味しいね、基本多分何しても美味しいわ、うん、今日のお蕎麦も美味しかったし、うん、美味しかった、うん、うまかったね、うん、美味しかった。久しぶりに食べたね、うん、私初めて行ったんだけど、あ、ほんと、うん、どうだった？美味しかった、美味しいの？結構なんかコシが強めで、うん、だけどつるっとしてて、うん、あの辺でご飯食べるときさ、うん、いつも違うお店行っちゃうのね、うん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 、でお蕎麦屋さんあるのは知ってたんだけど、うんうん、食べたことなくてさ、うんうんうん、美味しいなと思って、うん、美味しいでしょ、これ大好きだ、うん、ランチだったからセットがあって、うんうん、天丼セットか、うん、海鮮丼セットか、うん、カレーセットがあったんだけど、うんうんうん、やっぱお蕎麦屋さん行くとさ、うん、食べたくなっちゃうの、うん、天丼なのね、うんうんうん、だから天丼頼んで食べちゃった、うんうん、天丼美味しいよね、うん、タレも美味しくない？も俺も天丼と蕎麦のセットが一番好き、うん、結構ママとね、うん、何回も行ってんだ、うん、あ、ママと、うん、だから休みの日行くことが多いんだな、そうそうそう、多分な、2人行くとかな、うん、そうなんだろうね、うん、私この間チョコと一緒にお出かけしてきた、うん、可愛くないチョコ、うん、可愛かった ね、 ね、喜んでたチョコも、うん、喜んでた、ね、お利口だったじゃん、お利口でしょ、うん、でも結構わがまま言うんだよ、あ、そうなの、うんうん、歩いてて、うん、こう進行方向こっちで歩いてるじゃん、うん、そしたらいきなり歩かなくなっちゃって、うん、なんで？で、あっち行きたいみたいな、違う道があって、うんうん、こっち行きたいみたいな、あー、そうなんだ、うん、へー、じゃあ、ゆうちゃんそっち行こっかって言って、へー、意思表示、そうで、ちょっとだけ行って、うん、ごまかしながら戻ろうとするじゃん、うん、そうすると、うん、戻んないのだから自分の行きたい方向分かってんのね、なんかあるんだろうね、でもあんまり長く散歩してるともうなんか歩かなくなっちゃう、うん、それはそれでもういいみたい、うん、しい、抱っこになるよね、うん、そう、抱っこになる、そう、私さ、一人でもよくさ、うん、一人で出かけてる時もさ、うん、さすがに動画回してない時はあんま喋んないよ、うんうん、だけど動画回してるとさ、うん、一人で基本的によく喋ることが多いじゃん、うんうんうん、カメラに向かって、うんまあ、それは別に喋っても喋らなくてもどっちでもいいんだけど、うんうん、なんか喋っちゃうのね、うんうん、でチョコがいるとなおさらチョコに話しかけてるみたいだ私、うんうんうん、一人でもだけどさこうワンちゃんを飼ってる方を見ても、うん、なんかあんまり喋りかけてる人っていないのかな、うん、わかんないけど、うん、私はやたらと話しかけるらしくて、うんうんうん、ずっとチョコと喋ってた、うん、一方通行でいいんじゃないのだけどそう、うんね、チョコ。ママは静かなタイプだと思う。喋りかけないタイプ。喋りかけない。チョコに。うん。なんかシャンプーしてても、うん、チョコをシャンプーしてても、うん、全然一言も喋んない。マジで？うん。黙々と洗うみたいな。パパ喋りかけるチョコに。うん。いつも喋りかけてんじゃん、俺。そうだよね。うん。年中喋ってる。喋ってるっていうか、俺が勝手に喋りかけてるだけ。うん、そうなんだよね。うん、そうそう。ちょっと無理だった。そう、無理でした。はい、ということで、ちょっと残っちゃってるんですが、これは明日のお昼かなんかにでもいただきたいと思います。はい。美味しかったです。はい。それでは、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。